今週の高水ボイスですけどね、ずいぶん前ですか、水木しげるさんの、ね、妖怪の話をしたんですが、そんな水木しげるさんの出身地境港市の JR 境港駅前公園で妖怪ブロンズ像をですね、屋外美術館風に展示する世界妖怪会議が始まったらしいですよ。年間200万人以上が訪れる商店街水木ロードの、大規模改修に伴い市が集客対策として企画したもので、来年の夏までなんと無料公開で、展示する妖怪ブロンズ像は全174体のうち鬼太郎や目玉の親父粉木じじいのほか、新たに仲間入りしたテレビくんと、おメフィスト2世、外国の妖怪バックビアードの計55体ですよ。で、改修工事の進展に伴って、増減して、この秋ピーク時はなんと90体になる予定ですよ。これは 見に行かんとまずいでしょ。妖怪版ここでやるなんかさ、今までビール版やるとかヨーロッパとかパリ版とかしてる絶対無理だなと思って、これはなんかできないことはないよな。でもこの90体を いっぺんに見るってすごくない？これ見たいな俺。これいい街ですよ、なんかすごく、水木先生がそこでね生まれになって育ったということですけど、ねえ、世界妖怪会議ってなんかすごく、俺的に言うとサミットよりもこっちの方が興味がある感じがしますけどね。そんなこんなでね、実はこの兵庫県の福崎町なんですけど、妖怪を町おこしに使ったらしいんですけど、その福崎町の観光協会がリアルなカッパですよ、カッパのプラモデルを販売し、これがなんとすごい人気らしいんですよ。プラモデルは高さ9センチ幅3センチで、カッパが石に座っているデザインなんですけど、樹脂で肌の質感を出し、頭部は上下の顎と下頭を分け、複雑な造形になってる。これ今ここに写真があるんですけどね、ちょっとこれはいいですね。このカッパはリアルだよね。なんと1個1350円で2000個作ったんですが、インターネットの販売や家電量販店に並べると6日後には売り切れてしまう。ネット上では作れて幸せ、よくやってくれたの声が寄せられ、一部で価格が高騰しているそうなの？そうなんだ。現在ふるさと納税の返礼品としてのみ、あら、入手可能。そうなんだ。でこれ欲しかったね、これね。でも現在第2弾を本年度中に制作しようとデザインを検討しているらしいということなんで、妖怪好きの皆さんにとってみると、ちょっとこの福崎町、兵庫県の福崎町の情報は常に知っといた方がいいですねやっぱり僕のロック版にはですね、ゴジラやウルトラマンやミニオンやいるんですけど、ここにカッパもいてもいいかなという感じがしますね。残念ながら第2形態の鎌田くんは行方知れずなんですけど戻ってこいよ鎌田くん。本当に妖怪に捕られちゃったのかな。いいですね、この夏はやっぱり妖怪はいいね。ということで今週の高水ボイスはここまででした。